ニュースをお伝えします。朝鮮民主主義人民共和国創建71周年に際して、朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官の金正恩同志に、ベラルーシ共和国大統領、ギニア共和国大統領、アルジェリア民主人民共和国の国家元首、タイ王国国王、バーレーン王国国王、カタール国首長から祝電が送られました。祝電は金正恩委員長と朝鮮人民に温かい祝賀の挨拶を送ることを嬉しく思う、金正恩委員長の健康と幸福、朝鮮人民の絶え間ない進歩と繁栄を祈る、金正恩委員長に最も崇高な敬意を表すると述べています。各国の人が偉大な金正恩総書記の不滅の業績を称えています。朝鮮人民との連帯及び朝鮮の統一支持アラブ委員会委員長は、金正恩総書記は戦軍の力で勝利だけを轟かせた偉大な総帥だとし、総書記は戦軍革命指導で国の尊厳と自主権をしっかり守り、社会主義建設の各分野に画期的な転換をもたらしたと述べました。シリアのダマスカス大学政治学部講座長は、金正恩総書記は金日成主席の思想と引用を見事に引き継いで朝鮮革命を勝利へと導いたとし、ロシア連邦共産党ハバロフスク地方委員会第一書記は、金正恩総書記は戦軍政治を社会主義の基本的政治方式として定義づけ、朝鮮の社会主義建設と世界の自主開業を勝利へと導いたと述べました。ベネズエラ国際連帯及び平和のための闘争委員会執行書記は、領土も大きくない朝鮮が帝国主義者に堂々と立ち向かうことができたのは、国防力の強化を第一義的な重大事に見なしたからだとし、ネパール政府元副首相のネパールマルクス・レーニン主義共産党中央委員会書記長とレバノンチチ思想研究会会長は、金正恩総書記の戦軍革命指導は金正恩委員長によってそのまま引き継がれていると述べました。朝鮮民主主義人民共和国創建71周年に際して、アルジェリア民主人民共和国のアブデルカディル・ベン・サリフ国家元首から8日、アルジェリア駐在朝鮮大使館に大きな花籠が贈られました。アルジェリア大統領府の人が太陽のように明るく微笑む偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記の写真に花籠を捧げ敬意を表しました。国土環境保護部門で台風の被害をなくすため奮闘しています。ハンヘ南道では数百キロメートルの道路の整理と1600余りの水を通す管のさらいを行い、ハンヘ北道でも沈下した橋の復旧と道路の補修、被害を受けた公共施設の補修を終えました。ハムギョン南道では洛温郡ソジュンリ地域の防波堤を復旧し、ヨンガン郡とチャンジン郡の間の破壊された道路区間の盛り土作業を進めており、ハムギョン北道でも決壊した数千メートルの堤防工事を締めくくるなど河川の整理に本腰を入れています。各国にある朝鮮の在外公館で朝鮮民主主義人民共和国創建71周年記念行事がありました。中国、ロシア、ラオス、ベトナム、モンゴル、カンボジア、インドネシア、シリア、ネパール、マレーシア、ミャンマー、バングラデシュ、インド、クウェート、パキスタン、ドイツ、ルーマニア、ブルガリア、ベラルーシ、スイス、スウェーデン、チェコ、イギリス、イタリア、スペイン、ギニア、ナイジェリア、リビア、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、ウガンダ、エチオピア、メキシコ、ブラジル、ベネズエラ駐在代表部と、ジュネーブ国連事務局及び国際機構駐在常設代表部で、記念の集いと図書写真展、映画会、宴会が催されました。映画会では、一戦団結で勝利を轟かせてきた朝鮮などの記録映画が上映されました。催しに各国の政府、諸政党、団体、機関の人と国際及び地域機構の代表が招かれ、
祖孫代表部の人が同席しました。祖孫総連中央監査委員会李在鶴副委員長を率いる祖孫民主主義人民共和国創建71周年在日本祖孫人祝賀団が金日成主席生誕の地万元殿を訪れました。一行はまた祖孫革命博物館と万元殿学生少年宮殿、平壌教員大学なども見ています。国際武道競技委員会設立20周年記念行事に参加するため訪朝する国際武道競技委員会執行委員とギリシャ、フィリピン、イギリス、イタリア、ベトナムなど各国の武道代表が16日空路平壌入りしました。これに先立ち中国とインドの武道代表が列車で到着しています。17日祖孫中央通信社が祖孫民主主義人民共和国外務省スポークスマンにインタビューしました。共和国の専属経済水域に対する日本の侵入事件を受けてのものでスポークスマンは次のように答えました。8月23日と24日共和国の専属経済水域に不法侵入した日本海上保安庁の巡視船と船舶が共和国の自衛の措置により追い出された。共和国が自分の水域で日本側の船舶を追い出したのは正々堂々たる主権の行使である。祖孫民主主義人民共和国外務省は外交ルートを通じて共和国の水域に対する侵入と共和国の漁船の漁労活動に対する妨害行為が二度と起こらないよう対策を講じることを日本側に厳しく注意を喚起した。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当は菅曽仁でした。こちらは祖孫の声放送です。その配慮は子供用靴下にも。1901年、2012年7月、敬愛する最高指導者金正恩委員長が平壌靴下工場を訪れました。この日金正恩委員長は工場に作られたサンプル室を見ました。金正恩委員長はいろいろな文様のきれいな靴下を見て使用者がとても喜ぶだろうと言いました。そして子供用靴下のサンプルが並んでいるところで足を止めました。しばらくの間子供用靴下を眺めていた金正恩委員長は世界中に広く知られたプロデザインについて話し、靴下に子供たちが好むアニメの絵のようなブランドもあるべきだと言いました。平壌靴下工場の韓旭課長の話です。平壌最高の無駄公職は、여러가지밝고고운색깔의아동양말들을보았습니다。金正恩委員長は明るく綺麗な文様のいろいろな子供用靴下を見て、陳列された子供用靴下の色合いが良い、子供たちがこのような靴下を履けばとても喜ぶだろうと言いました。この日金正恩委員長は靴下は日常生活に欠かせない必需品である、品質を高め使用者の好みと心理美観に合いながらも世界のトレンドに即して靴下の色合いと文様ブランドを作るべきだと言いました。今この工場の労働者たちは使用者の喜びイコール生産者の誇りだということを肝に銘じて、人民の好評を博する製品を生産するために知恵と情熱の限りを尽くしています。その配慮は子供用靴下にも。高大使とお話ししました。労働者を招いての祝宴。平壌の風光に恵まれた太郎川の岸辺に金正恩式平壌製紙工場の労働者の寮があります。主張106年2017年1月7日敬愛する最高指導者金正恩委員長が金正恩式平壌製紙工場を訪れました。金正恩委員長は新築された労働者の寮を見ました。
そして行政の生活に安田さんは不便でもあってはと不安心で細々したところにまで心を配りました。現状委員長は行政が認定する日、宴会場のような食事室で大規模な祝宴を設けようと言いました。何日かした後、寮の進行式が執り行われ、皆の祝福の中、寮生たちが新しい寮に登場しました。外と中ともども素晴らしい寮に入る糸繰り工たちの胸は天域で湧き返りました。労働者に寄せる党の配慮があまりにも大きいからでした。この日、新しい寮に入る糸繰り工たちが日本労働者とともに祝宴に招かれました。祝宴に参加した労働者たちが熱い涙を流しました。労働者のタク・イルチュさんはこう話しています。지금도온수님께서마련해주신연회에참가하고간주에눈물짓던일이잊혀지지않습니다今も金正恩委員長の計らいで設けられた祝宴に参加して感涙にむせんでいた時のことを忘れられません。私たち糸栗港に宮殿のような寮を建ててくれたその恩にまた感謝の挨拶も差し上げられずにいるのに、施す恩情は重なり労働者を祝宴にまで招いてくれるのですから、金正恩委員長のような方はこの世にまたといないでしょう。今ここの従業員がその日の感激を今に伝え、去年との生産で連日成果を上げています。労働者を招いての祝宴、講談してお話ししました。